系報道番組ソレイケ電波塔カーオンチューン司会の菊池ごみほです。同じく唐津ひろです。同じくニカです。実は私たちが所属するバンド関西軽音楽クラブオーケストラは羽のない天使という楽曲で昨年10月5日に2枚目のメジャーリリースを果たしました。そしてなんとオリコン20位という素晴らしい結果をいただきました。この CD は3タイプあって、いちご姫バージョン、不思議姫バージョン、ピーチ姫バージョンと私たちそれぞれのオリジナル曲が多数収録されております。どれもいい曲なんで聴いてください。そして我々と一緒に番組を盛り上げてくれるのがこの方たち、シネマグラフィティ48プロジェクトの皆様です。はい、ここのアーティストとしてのライブの活動はもとより、短編ドラマやコント、フリートークまで様々な演出にチャレンジしている注目のプロジェクトチームです。本日はよろしくお願いします。ぴょん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 。それではいきますよ。本日のミュージシャンあるある事件簿どうぞ。おはようございます。差し入れ食べたの誰だだんの鈴木沙織です。我々のバンドはよく差し入れをいただくのですが、あるメンバーのおかげで日常茶飯事こういうことがあるのです。お疲れ様。次のライブ話題になってるね。練習してる？これや差し入れ、たこ焼きや。いやメンバーも増えて楽しみやわ。うわこれ春夏さんのたこ焼きやわ、大好きなやつ。おつみにおけんなしかもこれめっちゃ美味しいねんで。この店長の深澤さん、私にぞっこんや。ありがとう。ほなもらっとくな。おう、そしたらな。みんなよう頑張ってんな。ほな、頑張りや。はい、みんなによろしゅうな。これこれ、いただきます。メンバーはさ、こういうの苦手なんだよね。みんなも練習中だし、ここは椎名が代わって片付けてあげよう。いやいよいよだね。緊張してる。これさ、応援で買ってきたんだけどさ、食べてよ。うわーマジ、これおこの噂のケーキやんけ。あ、みんなは？あーごめんね、今こう準備中でライブ終わったら会える。これ美味しいんだよね。じゃあまた後でね。はい。うわー美味しそう。いただきます。しめしめ、ちやほやされてるこのたわけども。ま、しかしこれをみんなが食べたら太って困るから、これは椎名司様が片付けておいてやるか。事務所が運営しているお店で私たちアーティストはバイトもしています。したがってここには応援してくれるみんなが集まってくるのです。おはよう。おはよう。これみんなで食べてくれへんかな。クッキー作ってきてんけど。なんと手作りじゃないですか。すれい、俺の愛情こもってんで。ご厚がさしております。皆さん、我々のバンド差し入れを食べたの誰だだんへの差し入れはすっごく多いんです。そして事件が起こるのでありました。乾杯。皆さん、この間の春夏のたこ焼きどうでした？先日はライブお疲れ様でした。差し入れ美味しかったでしょ。おこのケーキ、手作りクッキーどうでした？そんなの知らねえよ。そう、メンバーの誰一人その差し入れを食べたことがないのです。椎名ちゃんを除いては。このケース、皆さんどう思いますか？どう思いますか？これは事件ですね。椎名さん、せめてごちそうさま、美味しかったよと伝えてあげてください。スタジオでの差し入れ、ライブ会場での差し入れ、お店での手作りの差し入れ、この全ての差し入れにファンの皆さんからの思いが詰まっています。食べ物の恨みは怖いのです。この事件、いただきます。
はい、これはダメですね。確かに食べ物の恨みって怖いものですからね。そうですよね、これはダメです、ダメです。でもこれね、関西弦楽クラブオーケストラでもよくあって、ミクに渡しといてって言ったよ、あれもらってないの、なんてことが結構あったりして困ってるんです。はい、ということで、このどこのバンドにもよくあるこの事件、竹山直樹さん、どう思われますか？はい、まあこれはですね、もうあの小さないたずら心から始まって、もう気づいたらこう美味しくっても楽しくっても仕方がないと、罪を憎まず人を憎んで、で僕は行きます。ちゃちゃかちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃんちゃんちゃかちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃん、差し入れ食べたの誰だ、何に差し入れしたら、しーなちゃんだけ平らげたのです、独り占めはダメ、ちくしょう。はい、それでは次行ってみましょう。杉崎優奈さんはどうですか？うちの会社にもこういう部下いるんですよ。クライアントさんとか上司が持ってきた手土産を勝手に開けて全て食べてしまって、さあいざスタッフ全員に配ろうと思ったらもうなくなってしまっているっていうことがよくあるんですよね。いや、もう杉崎は個人的にもらったものではない食べ物を勝手に開けて食べるということは大反対です。礼節は大事ですよ。はい、続いてザ・不動産図から高崎照和さん、キャスト席は初登場ですが、この事件はどう思われますか？そう、これの時に私、死んだじいさんが言ってたことを思い出しましてね、仕事は全員でしろと、うまいもんは一人で食べる、まさにその通りですな。ここに来ていたずら心で差し入れを全部しんなちゃんが食べちゃったとしても愛されキャラなんですよね。あれま、肉も食べたことありますよ。僕、いちごえもん、ごめんなさい、僕も食べたことあるよ。シギも食べたことあるよ。なんだ、みんな一緒だね。それでは行きますか。はい、MV フラッシュ、うささん。雨も傘を差したら降ってた。胸はレイニー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 、外はレイニーデイ。共にはなれないが、フリップトゥザゲーム、フリップトゥザゲーム、フリップトゥザゲーム。引きずるチェーン、吸ったら吐く、ぶっ飛ばす、そう言ったはずだろ、ホミ。共にはなれないが、フリップトゥザゲーム、フリップトゥザゲーム、フリップトゥザゲーム。引きずる。
ピックアップコーナーです。はい、気になる話題をお届けしていただく今週のアシスタントさんはひまりゆうかさんです。はい、ポケモンのピヨピヨイエローを担当ひまりゆうかです。私も差し入れのお菓子を食べ過ぎちゃうので食べ過ぎには気をつけないといけないなと思いました。よろしくお願いします。ひまりゆうかさんから視聴者へお知らせなどあればお願いします。はい、ポケモンは都内を中心に活動する元気いっぱいの10人組のアイドルグループです。3月にはファーストシングルパピプペスマイルをリリースしました。そして8月26日土曜日には下北沢シャングリラさんでのワンマンライブも決定しています。ポケモンは月に20本以上ライブ活動しているので元気と笑顔をチャージしに会いに来てもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。今週のピックアップは5月27日新世界オンエア L7 での特別企画、大西ゆかりと新世界さんとのツーマンが決定。10月26日にはナンバハッチでの有歌団木村敦樹さんとの共演決定しているというおなじみの関西系音楽クラブオーケストラから羽のない天使どうぞ。桜のユーギウメです。カオンチューン。よりみちしてから帰ります。行くあてはない。そう、あれは昔有名だったミュージシャンシャツを描いて、そんな彼の名声をあてに有名に近づけるかと事務所に所属した。おはようございます。本日より事務所に所属いたします3人バンドの猫メリです。よろしくお願いします。所属したのはマイナーな事務所とはいえ、斬新で奇抜な企画で世間では少し目立つ一本独行の事務所。周りとあまり組まないからだろうか、事実無根の誹謗が絶えず評判は良くなかった。ああ、
佐久間事務所、あんなとこ見といた方がいいよ。飼い殺しになるだけだよ。うちにおいでよ。あっこらしよいしょ、うさんくさい話よく聞くで。やめときやめとき。いやほんまに、なんか多分あんまり噂聞かへんけどな。いやほんま、いやほんまやほんまや、やめときやめとき。うちの事務所にし、入ってみれば実際はかなりクリーンでガラス張り、会議でもライブでもそのまま見せている事務所のスタイル。まあガラス張りすぎてごまかせないのが辛かったかな。この事務所 CD をメジャーリリースするには条件は単純で、集客力をつけるための自主企画というものを毎月1回必ずやりきる、これだけだった。バンドなら一般的な活動の範囲の話、当たり前に普段している活動をリリースに向けた条件にしている、まあ緩い条件だった。他の事務所だとケースにもよるが費用が必要だったりするらしい。この事務所はそんな一般的な活動内容だけをしっかりやりきればメジャーインディーズともに希望に合わせてプロモーションしてくれるという好条件だった。よく考えるとテレビ番組や FM 番組に出演して DVD なんかも出してもらってたんだよな。ある日メンバーが社長に金がないと相談したら飯をおごってもらったらしい。酒を飲ましてくれ、事務所仲間を呼んで励ましてくれたそうな。そこでさらに泣きついてみると3万くらいだったかな、小遣いをくれたらしい。これは貸すんやないから返さんでええで。生活しっかりしよ。あ、はい、ありがとうございます。すいません。しっかりしいや。はい、ありがとうございます。すいません。つけはしても、はい、飯おごってもらうわ、はい、お金もらうわ、まあ、頑張らなあかんな。次よ、お世話になった君らな、ほんまええ加減ちゃんとしいや。はい、いつもすみません。借用書を書きますから。次のライブもやらせてください。お願いします。絶対いつか返しますから。嘘つきませんから。いや、もう借用書なんかな、何枚書いても気休めにもならんのよ。いや、ほんまに事務所の気持ち分かってや。いや、いつか絶対返しますから。嘘つきませんから。いやいや、もう借金するならもうライブのせん方がええって。まあえ、まあ、やりたいの？はい。じゃあ、まあ一応事務所には言っとくけど、まあ、君らちゃんとしや、ほんまに。はい、そうか、絶対返しますから。自分たちで返しますと言うたものの、結局ほとんどを踏み倒した。そして昔のメンバーとの再会を機に事務所を悪く言って音信不通、バンド名も変えて飛んだ。それから半年ほど過ぎた頃、不意に二度ほど明け請求にライブ会場に事務所からスタッフが来たことがあった。は？何の話？俺らはな、お前らに騙されとってんや。そうや、お前ら詐欺会社やからな。俺らがおかしになったお前らんて、人生返してくれや。そうや、無理やりやらされたんや。これ以上まだ追い込むんか。いや、そう言うけどな、もうほらこんなに借用書書いてはるし、反省文もな。恐喝するんか。俺たちがうまくいかないのは全部事務所のせいなんだよ。いや、もう普通にちゃんとせんと俺らも会社やから法的に委ねなあかんくなるよ。訴えられるもんなら訴えてみたら。本当にそれでええんか。正直みんな事務所の人心配しとったで。人として本当にそれでええんか。僕らは嘘をついた。大きく膨らんだ借金を今さら支払いたくなかった。しかしこれが僕らの決意表明となり、後戻りできなくなった。事務所からは何らそれ以上追及はなかった。ただ社長が僕らと唯一つながっていた Facebook や SNS をブロックしていた。裏切ったのは自分たちのくせに裏切られた気がした。でも本当に間違えているのは僕らだった。根拠もなく噂話が好きで誰彼構わず誹謗ばかりしている連中と一緒にライブをするようになり、嘘に拍車をかけた。もう嘘が嘘じゃなくなった。数が嘘をすり替えたわけだ。僕らは人としては負けなのだろうが、この勝負には勝った。イカ様という世界で生き残れた。その後新しいライブハウスにも出てみたり、ワンマンライブして見てみたが、今一つうまくは受け入れてもらえていない。君
結局その事務所時代に知り合った少し有名なアーティストを呼んでみたりしながら自主企画をしている。今の自分たちの根幹って全部事務所の受け入れだな。ここは事務所時代に所属してた時からよく歌っている橋。つい先日いつものように歌を歌っていると、俺目悪いしな。そういやあいつこの辺りでいつも歌ってたっけな。あれ、りょうたんや。おい、りょうたん、久しぶり。歌ってるか。はい、その説はすみませんでした。僕たちのこと恨んでますよね。ああ、そんなこと。忙しいしな、心配はしても気にもしてへんよ。ありがとうございます。自分らが一番よう分かってるやろ。はい。ミュージシャンなんていっつも人のせいにばっかしてる連中が大半や。しんどいだけや。そばっかりもええけど、あんまりそれにとらわれんようにな。それよりりょうたん、なんか歌ってよ。おう、歌えや。ミュージシャンやろ。はい。負けるな。はい。歌え。ありがとうございます。みちしてから帰ります。行くあてはないけれど。いまだニュースは事実にすり替えたままです。その後事務所主催の大きな舞台レクハツライブを見に行きました。そこにはこの一末の全ての答えがあったような気がしたな。ずるいけど今更で、僕ら残念ながら今日も嘘を事実にすり替えて生きてます。教えてあげたいんだよね、命のあり方。泣いたり笑ったり忙しい人間に変わり方を。まあこういう生き残り方も一つの形かな。あなたに教えてあげたいの、命のあり方とか。泣いたり笑ったり忙しい人間に変わり方を。本日の音楽系報道番組ドレイケ電波塔観音チューン、いかがでしたか。ピックアップライブの私たちのリリース曲羽のない天使、あれはもう歌詞がすごくいいんですよね。絶賛発売中ですよ。はい、私たちの活動って等身大で地道だから頑張っていかないとね。それでは本日の感想を聞いていきたいと思います。さて今日のシネマグラフィティはちょっと難しかったんですけれども、頑張ってたアーティストさんが事務所を辞めてしまいます。再度浮上していく過程で少ししがらみがあり嘘をついてしまいます。偶然ストリートライブをしている時に再会した事務所の社長は気にも留めておらず、謝りこそしたけれど結局そのままで少し光が見え隠れ。バンド業界ではよくある話だと思うのですが、千尋さんはどうでしょうか。私は結果だと思います。一度ついた嘘は消せるわけじゃないじゃないですか。嘘を超える結果を出す、それを見てくれる人もいると思うし、待ってくれる温かい世界があるっていうのは何よりもの事実だと思うので、いつか結果を出して恩返しができればいいなって思いますね。なるほど、プロセスか結果か難しいですよね。はい、これは難しい問題ですよね。でも僕吉野公平からすれば、成功と挫折はワンセットです。偉大な成功の裏には絶対挫折がある。願う成功に見合った挫折がつきものなんです。だから失敗は成功のもと。ただし失敗にも時間、人生には時間制限ありです。難しい話ですよね。果たして時間を忘れない限り失敗は成功のもとなんでしょうか。それでは UK のカナダの今木圭介くんはどうですか。はい、僕はなんだろう、すごい失敗は成功のもとっていうんですけど、成功するかは正直わからないです。ただ言えるのは、その失敗してきたり後悔してきた過去が成長させてくれて今の自分になってるっていうのだけは思います。はい、ということでそろそろ時間となりました。夜遅くまでギターを弾いている坂の君、夜更かしをして体を壊さないでね。今週も元気に乗り越えていきましょう。さあそれではいきますか。ストレイケデンパトーンカンボチューン、笑える。